おはよう、ジャン君。おはよう、ポンちゃん。日に当たって気持ちよさそうだね。やっぱりあったかいのが一番なんだね、君たちはね。ちょっと考えましょうね。我が家の事情ではですね、午前中に、この冬は特になんですが、ごくわずかの時間しか日が当たりません。もう一つ、今まだ、片付けきれていない、もう、引っ越しをして1年数ヶ月経ちますが、部屋があって、そちらの方が昼になると日が差し込みます。ここで、日向ぼっこさせてやりたいんですが、まだ安全面の上でですね、完全ではないので、まあそうね、部屋を丸ごと1回物を出して構築し直すということをしなくてはいけないので、3日は連続で、空いている日がないとダメかなとちょっと思っています。それをちょっと、どっかのタイミングではやりたいですね。まあそうね、ベランダというか物干しがついている部屋なので、その外に、柵をつけるということもちょっとやらないと、万一逃げ出したりとかね、そういうことがあるといけないので、その辺もやらないとな。はい、まあ冬場はできるだけ、窓を開けないでね、いられるようにしないといけないんですが、頑張ってみます。ジャン君、ストーブに近すぎます。ジャン君、はい、ここまでおいで。ジャン君、ジャン君、ジャン君、なでるよ。ジャン君、はい、ジャン君おいで、おいでおいで、ジャン君、ジャン君おいで。ジャン君、ジャン君、そこは暑いでしょ。ほかほかで動きたくないのかな。ジャン君、あ、拒否。拒否。ジャン君どこ？熱々です。ジャン君、熱々ですよ。30センチ以上距離を取りましょう。ジャン君。ジャン君ほぼここくっついてるんですけど、ここ、あ、めっちゃ熱々です。ジャン君。
当に熱々です。はいで。はい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 。熱々熱々。はいね。はい、いかない。あ、ちょっとでもいいや。20センチまでは遠ざかったね。ここにひっついてたもん。ここがほら、めっちゃ熱々。はい、離れるとこんなにいい子されますよ。リコちゃんでーす。いい子だね、ジャン君。ま、うんうん、だここあちあちですよ、ジャン君。ジャン君、やけどしないように気をつけてね。はい。はい、ジャン君、熱々。もうちょっと離れる。ここまで来れる。わあ、いい子だね、いい子だね。はいはい、はいはい。あらあらあら。はいはい。あらあらあら。ちょっとこれ、飲むのね。はい、いい子だ。あ、いい子だね、ジャン君。いい子だ、いい子だ。ジャン君。いいね。あ、いいよ。こっちはね、分かった時期してるとこだからね。ていうか、探し物してるとこだから、ちょっと待ってね。ジャン君、いい子だね、ジャン君。いい子、いい子だね。ジャン君、ジャン君。はい、距離を取るといいことがあるってわかったね。うん、なでなでされるよ。ただね、ジャン君。ちゃんちゃちゃん。また、またまた、いただき物でーす。まず端からね。浜名湖、のりせんべい。これは後ほど。また後日開けますね、うん、箱だから美味しそうだね。そしてこれはこれはコーヒーかな、これは栄養コーヒーかもしれません。なるほど、コーヒーっぽいね、うん、あ、これもうこういう袋なんだ ね、タラゴア、農園ブレンドドリップコーヒー、コロンビア、ブラジル、うん、南米系ですね、うん、プロ犬の好きなコーヒーのタイプです。これと一緒にお菓子も入っていました。まるちゃんです。アマンド娘、ちびまる子ちゃんだ。ちびまる子。そしてこれは、これは、カルディのニューイヤーブレンズ、あ、出た、ブレンド、2020、あ、ポンちゃんさんが、お年賀明けましておめでとう。おめでとう。はい、ポンちゃんちょっと映してみようか。ポンちゃんさん、また乗っちゃうんですか、ポンちゃんさん。はい、何かが来ると乗る、ポンちゃん。乗ります。ポンちゃん乗っちゃった、ポンちゃん。はい、じゃあこれちょっとどかさせていいですか。なんか顔を突っ込んでます。なんか似合うのかな。ポンちゃんは友達乗るのね、はい、これかわいい猫の、かわいいね、それね、黒です。そして、うん、あ、コーヒー味のマシュマロ、マシュマロ流行ってる。そして、黒毛のユータハル、はい、チョコレートクランチ、コーヒーって書いてあるよ、コーヒーチョコクランチ、クランチ、はい。そしてふくふく豆、これは、2月のお庭外に使うのね。なんか可愛いパッケージに入ってるね。そして、ムーミン、怪奇博スカ、これは日本語じゃ、あ、日本語、英語じゃないね。これ開けてもいい？うん。あ、フィンランド語かな？フィンランド語っていうのかな？フィンランドの。ポンちゃん泳いでるよ。ポンちゃんはすぐね、物の上に乗る。ポンちゃん。いただき物があるとすぐ乗るんです。どこかに日本語が書いていなかった。ムーミンフレーバールイボスティー、あ、ルイボスティーだって。ああ、あの、つけて食べるクッキーか。違いますよ、ルイボスティーだからお茶。あ、お茶か。うんうん、体にいいっていうお茶ですね。はい、はい、ムーミンのやつなんてあるんだ。はい、大好きなキャラクターです。そしてポンちゃん、ここどかすよ。すごいね、この数。揚げ塩クッキー、サクサククッキー、え、本当、木の実、果実って書いてあるね。へえ。マオイさん好きそう。美味しそう。そしていいピーナッツ飴入りモナカ落花、あ、はいはいはい、落花生の形ね。
かな。はい。ピーナッツ飴入り。なんかそんな風に書いてあるね。ピーナッツの飴が入ってる。そしてうなぎ芋羊羹。小麦の。もう想像がつかない。うなぎ芋。うなぎ芋羊羹。うなぎ芋羊羹だろうね。ああ。そういうことだね。芋羊羹好き。うん。かわいいパッあれになってんだね。このね、キャラクターがついてんだ ね。うなぎさんなんだね。はい。さあ、どんどん行かないと。なんかね、すごい量です。ポンちゃんが顔を突っ込んでクンクンするのは、はい、あ、いっぱいおもちゃが入ってるから。投げるやつになります。これは、コロニャン枕。あ、これはやっぱり抱き枕系ね。あ、そうだね。そして、はい、こうなって、そしてこうなって、こんなって、これは鳥だった。そしてもうすでに、ポンちゃんが、ポンちゃんは食いついておりますが。ポンちゃんが食いついております。なんかペロ、すごいペロペロしています。ほら。さては、あれのついてるやつですね、あれのね。ついてるかにゃ。あ、ちゃんとジャン君用とポンちゃん用なんじゃないですか。こんなや、しかも和風の柄で可愛いんですけど。ね、っこっちがジャン君で、きっとこっち和風の女の子柄だから、ポンちゃん用なんだ。はい、ね、そして、またたび、そしてここにはネズミの人形がついてますね。またたびにネズミさんがついてんだって。そしてポンちゃんがものすごくペロペロしています、はい、これに今食いついているところです。ちょっと取るよ、やだって。あ、噛んでる。シュガーあげるから。はい、どうぞ。あ、ごめんごめん。そして、はい、おお、犬のポンちゃんだ。ポシェット、その中にあネズミ。かわいい。ネズミ年だからネズミさん。そしてこれは字が小さいわ。ジッパーバッグギフト、ハンドクリーム。お、お、今言ってたとこ？やったー、ハンドクリーム。ハンドクリーム塗らなきゃって言っている話題のさなか、これを開けています。そしてこれは、ハンドコートの形をしたキーホルダーだね。あ、いっぱいつけられるようになってる。はいはいはい。黒剣、鍵、ポケットの中に3種類ボコッと入って、あ、ポケットってかあれか。ガマ口みたいなやつに入れてるのか。あ、じゃあこれにぶら下げて入れればいい、ね、うん、この方が分かりやすいかも、ね、かわいいね。ありがとう、どうもありがとうございます。ありがとうございます。あ、かわいいハンドタオル。ウォッシュタオル、これはナマケモノと、これなんだったっけ、カワウソか、うん、の柄なんでしょうね。あ、2種類のうちのナマケモノなのかな。ちょっと開けないと分かんない、ね、開けてみましょう。それさっきのハンドクリームと、あ、そういうこと、そう、ハンドクリームとあれが入ってるんだって、あの、はい、ハンドタオルと。じゃあこれはね、ポンちゃんの周りに、これはアナと雪の女王だね。ほうほう。あ、見に行ったのかもしれないね。あ、そっか。ポンちゃんよかったね。ポンちゃんこれが、このお菓子はどうだろう。これじゃなくてポンちゃんの周りにはこのおま、あ、それも、それもいいな。よかったね、ポンちゃん。ポンちゃんいいね、ポンちゃん。はい、ナマケモノ。はい。ナマケモノのケンちゃんが増えたね。はい。ことのほか、ポンちゃんが喜びました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。開封動画でした。ね、可愛いものいっぱいね。よかったね、ポンちゃん。可愛いポンちゃん、はい、ポンちゃん。はい、ポンちゃんいいね、ポンちゃん。可愛い。ポンちゃん、もういいの？面白い？よかったね、いっぱいおもちゃもらえてね。
はい、遊びました。ペロペロしています。